メルセデス様、どこに行かれた？なかなかしつこいわね、チーヤモン。お待ちなさい、メルセデス。お母様。また私の弓を持ち出して、今度はどこに行こうというの？カエル狩りです。そうね。小さな妖精を食べてしまう、あの輩を退治するのは重要なこと。でも、それは兵たちに任せておきなさい。私はもっと弓の腕を上げて、お母様と共に戦場をかけたいのです。メルセデス、あなたを魔王との戦いになど連れて行けはしません。嫌です。どうして行けないの？メルセデス、あなたはまだ幼い。今はいろいろと学ぶ時。この戦いの意味すら知らず戦場に憧れてはなりません。戦いの意味？我々森から生じたものは、フォゾンと呼ばれる正気の源がなければ生きていけません。メルビン。フォゾンは自然界に生じる魔素。この森以外では希薄です。魔素をどこからでも集めることができる我らの宝は繁栄の源。これを狙って魔王が戦いを仕掛けてきたのです。どうして私たちの宝を狙うの？我らの宝コルドロンは魔王にも絶大な魔力を与えるからです。そんな理由で戦争を仕掛けるなんてメルセデス、その弓はあなたに預けます。その代わり、私が留守をする間、あなたがこの国を守るのです。わかりました、お母様。では、狩りに行ってまいります。まったくあの子は理解しているのかしら。問題ですな。ご自分がどういう立場であるか、まるで自覚がない。メルビン、あなたはいとこだけれど、あの子には兄のようなもの。良き女王になれるよう、助けてやっておくれ。身に余るお言葉。メルセデス様のお力になれるよう努めましょう。陛下、魔王の大部隊が迫っております。じりじり押し戻され、戦線から逃亡する者も出ております。守護竜も王大院の魔女に手こずっている様子。ここはもう持ちますまい。陛下、どうか退却のご決断を。魔王が突撃してきます。なんて巨大なサイファーだ。久しいな、エルファリア。お前が身目に似合わぬ抜け目のなさで大釜に手を伸ばした時以来になるな。魔王大大、変わらず美しい。白百合を倒るようにその細首を取らねばならぬことが惜しまれる。魔法の大釜、コルドロンは渡さぬ。何でも思うまま力任せに我が物にする。その悪辣非道を天はいずれ許してはおくまい。何とでも歌うがいい。お前のまやかしの術は私には効かない。見よ、青い一つ目を。我が邪眼バロールの力を。女王、お前の負けだ。これで世は絶対的な世界の主。さあ、妖精の祈りでも済ませるがいい。
気を確かにお持ちください。国の女王となるのだから。リングフォールドは間もなく窮地に立たされましょう。魔法の大釜コルドロン、あれがフォゾンを吸い上げれば我らと森の木々は生きていけない。国を立て直し、魔王に奪われた大釜を取り戻さなければならない。復讐ではなく王道を、この国を守り導くのです。幼いあなたにこんな大地を託すのはつらいけれど、あなたなら、母は信じています。お母様、お別れです。メルセデス、大地を受け取る。この命が帰る時が、そして天よ、死に際して名を返そう。私はエルファリア、真の名はフィンブルペトル。大いに